二人合わせて剣道三年ぐらいですかね。よろしくお願いします。カメラの前で目立とうということで、お今回もあの方が来ています。あの方、あの方、どうぞどうぞ、よいしょ。 I'll be back。 どうも、キシです。はい、キシ。まあ、前回同時ね、まあいろいろありましたけれども、はい、今回はまたまだ技をしてるんですよね。まだまだまだ、もうね、引き技とかよりもやっぱりね、技ちょっと教えちゃおうかなと。なるほど。あ、巻き落としボテとか。あ、違いますね。アバンストラッシュ。違いますね。アバンストラッシュじゃないですよ。やっぱり、そう、今日はついちゃおうかなと。今日はもしかしたら、わかんないですよ、怪我するかもしれない。俺がね。サンダーさん、元たち頑張ってください。始めるはい、ということで、はい、メンコテド、はい、ちょっとあの本当にあの最強素人キッシーがめちゃくちゃ頑張ってますので、はい、今日はね、こちらの方をですね、こちらの方をですね、ご紹介したいなと思っておりますね。あの前回の動詞覚えてます？何ですか？あざなってました。お風呂場でね、あー打たれてるってよ分かるやつですよね。はい、大丈夫ですか？はい大丈夫じゃないな、これ。ここなんですね。で、構えたところから、いやー、そうですよ。そしたら、この喉元、こうめがけて、思い切っていますか？いやー、イエーイ、もう一回いきます。いやー、うわー、突きを思いっきり打っていただきたいと思います。正確にですね、正確に。まずゆっくり、あの声出さなくてゆっくりやってください。軌道はこんな感じですよ。はい、そうですね、足をこう出す。面倒です、面倒です。足を、右足を、そう、本来は僕が教えるところなんですが、サンダーさんがビビりすぎて一生懸命教えてます。一生懸命教えてます。そうですね、はい。じゃあ一回どうぞ。あ、いいですね。はいはいはい。あ、全然それでいい。全然いい。大橋先生、行きましょう。声出して。やーん、よっしゃー。相手の体が、うん、あー、思い切って狙ったら、うん、思い切って打つっていうのまた遊べるの。また遊べるの。おしです、おしていきましょう。当たるまで声出して、やーん、やーん、いいとこしっかり当たった。しっかり当たったけども、もういいじゃないですか。もう一回本当に気合い入れてやりましょう。さあ、行きましょう。お稽古出して、よーい、出た。まだまだ、はい、何すんじゃったの。よーい、出た。すげえ、すげえ、すげえ。お月は今のめちゃくちゃいい月ですね。はい、良かったですよ、今の。え、なんすか、そんな安堵感は。何ですか。いや、何ですか。よかった。ちょっと、サンダーさん、ちょっと打たれた感想をお願いします。多分、明日、朝2個で心当たりが2件ほどあります。以上、月でした。どうもありがとうございました。